小田原電気鉄道地域に軽電車は、小田原電気鉄道が導入した電車である。鉄道線の装備車両として、1927年に、スイス製の伝送品や台車などを使用し、木造車体を有する3両が製造され、その後1935年には、同じ伝送品を使用して、車体を構成車体とした車両が2両を装備された。 1952年には、形式称号が、チキ、チキ手から、モハ、モハニへ変更が行われ、木造車体の車両については1955年から1957年にかけて後退化が行われた。第二次世界大戦前に、構成車体で製造された車両は1991年までに廃車となったが、その後も残った車両は、チキ1型を、 称号を変更した、もは一型とともに、箱根登山鉄道の顔とも表されている。なお、箱根登山鉄道では、もは一系、もは二型を総称して百型と呼ぶことがある。本校では、1935年に、日本製の伝送品や台車などを装備して産両が製造され、1997年までに全車両が廃車となった、チキ三型についても記述する。 小田原電気鉄道では、1919年に鉄道線を開業していたが、当時は第一次世界大戦の影響を受け、当初予定していたスイス製の車両部品の導入ができず、開業時にはアメリカ製の車両部品を使用したチキ球1型を導入していた。しかし、その後第一次世界大戦は終結し、1921年に開業した工作線では、 一切の装置をすべてスイスから輸入していた。このような状況から1927年に車両を増備するにあたってはスイス製の車両部品を使用した車両を導入することになり登場したのが本形式である。本説では登場当時の使用を記述する。変更については遠隔で講述する。チキ2系、チキ3型とも 全長14.6メートルの車両として製造された制御電動車である。形式の先頭に伏せられる、チキは、地が、地方鉄道専用車両を示し、キは、客車の意味である。車両番号については、端末の車両一覧を参照。チキ2系の製造当初の車体は、日本車両製造によって製造された、木造車体である。車両の両側に運転台を装備しているが、 地域一型とは異なり運転室として区分され、出入り口とは分離された。客用扉は運転室直後と、車体中央の3箇所にあり、中央扉には路面からの乗降も可能なようにステップが設けられた。屋根は丸みを帯びた形態である。車内は両端の運転室を除いて、ロングシートの並倒客室とクロスシートの特等客室に分かれていた。終電装置は、 トロリーポールを装備した。連結機は柴田式並み形自動連結機を装備した。チキ2系の増備車及び、チキ3型の車体は川崎車両で製造された。車体は構成だが、窓枠や扉が木製の半構成車体で、車体外反はリベットによって接合されている。客用扉は2箇所にあり、両端の運転室と客用扉の間には2段窓が2つ。 客用扉の間には二段窓が5つ並ぶ。車内はすべてロングシートである。終電装置は、菱形パンタグラフに変更された。連結器は、住友金属工業の KS22C 型密着連結器を装備した。チキ二系、チキ二系の伝送品は、スイス製のものを使用した。主電動機は、ブラウンボベリ製の直流直巻電動機である。 BBC GDTM42 型を採用し、1車両に4機ずつ搭載した。駆動装置は吊り掛け駆動方式で、波数比は79,16イコール4.90である。主制御機は BBC 製の直接制御機を使用した。制動装置は、通常の空気ブレーキ、手ブレーキのほか、下り勾配で使用する発電ブレーキ、非常用のレール圧着ブレーキを装備した。 発電ブレーキ用の大容量抵抗器は屋根状に装備した。台車はスイス車両エレベーター製造製の板台枠台車で、軸間距離は 1800mm である。主電動機は外側、つまり車軸から見て台車段寄りに装加された。空転に備え、砂巻きによって粘着係数を増加させるための砂箱を設けた。 レール圧着ブレーキに使用するカーボランダム編は台車中央に設けられた。チキ3型チキ3型の伝送品はほとんど日本製のものを使用した。主電動機は、シワウラ製作所製の直流直巻電動機である SE-121A 型を採用し、1車両に4機ずつ搭載したほか、1925年に廃車となったチキ 1K5 号車に使用されていた。 ゼネラルエレクトリック製の直流直巻電動機である GE240AS 型が混用された。駆動装置は吊り掛け駆動方式で、波数比は79,16イコール4.94である。主制御機は芝浦製作所製の間接制御機を使用した。制動装置は通常の空気ブレーキ、手ブレーキのほか下り勾配で使用する発電ブレーキ、 非常用のレール圧着ブレーキを装備した。発電ブレーキ用の大容量抵抗器は屋根状に装備した。台車は、地域2型に使用されたシュリーレン製の板台枠台車を参考にした川崎車両製の板台枠台車である。1927年8月に3両が製造されたが、同時に2両分の電装品と台車が輸入されており、これらの部品は湯本電車庫に保管されていた。 1935年の増備車を使用した連結運転の試運転1935年9月には、チキ2系2両とチキ3型3両が増備された。この時に製造された車両は、チキ2型とチキ3型とも、川崎車両で製造された、全く同じ車体となっていた。1927年に製造された車両とは全く、車体が異なるにもかかわらず2両が、 チキ2系の造備車とされたのは、湯本電車庫に保管されていた、スイス製の伝送品と台車を使用したためである。車両番号は、当初より、チキ111号、チキ112号であった。チキ3型では、伝送品と台車はほぼ、日本製となったため新しい形式となり、車両番号は、チキ113号からチキ115号の連番である。 これらの車両装備は当時計画されていた連結運転に対応したもので少し遡る1934年10月にはチキ9号がシワウラ製作所製の間接制御装置を装備し試運転が行われていた1935年9月にはチキ2系の全車両がシワウラ製作所の間接制御に交換され連結機も密着連結機に変更されたまた この頃に、車体色が緑色一色に変更されている。なお、地域9号については手荷物室設置により、1934年に、形式称号が変更され、地域手に K9 号となっている。また、1940年5月15日には、地域111号と地域114号が運転中に火災が発生したため、全焼したが、翌年2月には復旧されている。 第二次世界大戦の終了後しばらくは、地期111号が、新中軍専用車となり、車体に白い帯を巻いた。1950年から鉄道線に、小田急電鉄が乗り入れることが決定し、鉄道線の小田原駅から箱根湯本駅までの区間については、河川電圧も 600V から 1500V に、昇圧されることになった。これに対応し、 鉄道線の車両については 600V と 1500V の両方に対応した副電圧仕様に改造されることになった。地キ2系、地キ手2型については、まず1950年7月に地キ手9号について、副電圧化が行われ、その後1953年9月にはモハ2系の、残りの車両が副電圧化、さらに1954年1月にはモハ3型の、 全車両が膨れがつ改造された。なお、形式称号で、チキと、モハが混在しているのは、1952年には、形式称号の変更が行われ、チキ2型は模波2型に、チキ手2型は模波22型に、チキ3型は模波3型に変更されたためである。形式称号の変更と同時に、チキ8号、チキ手9号、チキ10号については、車両番号が模波108号。 モハ209号、モハ110号に改版されている。車体色についても、窓周りを黄色とし、それ以外の部分を水色とする塗装デザインとした。また、水質性の主電動機については、モハ1型との連結運用を行う関係で、地キ1型と同出力へ更新が行われている。 更新後のモハ109号腰掛けが変更されたモハ110号車内1955年からは木造車体で製造された車両については1935年に増備した車両と同一仕様の構成車体に更新することになり1955年6月にも波209号が車体更新の上模ハ109号に変更され 1956年6月には、モハ108号が、1957年12月には、モハ110号が、構成車体となった。この3両については、車体更新時に出入り口扉の間は、クロスシートとされたため、それまでの車両と異なり、扉の間には6つの窓が並ぶ仕様となった。また、新造当初から、構成車体だった、チキ2系、チキ3型では、 車体外販がリベットによる固定だったのに対し、この時に製造された車体は全員溶接構造であった。車体の製造を担当したのは、モハ108号とモハ109号が東急車両製造、モハ110号は東洋後期である。その後、1957年に小田急で特急車両の 3000KSE 車が登場すると、車体色も窓周りをグレートし、 窓の上下の帯を白色、それ以外の部分については、オレンジバーミリオンと SE 車と同様の塗装デザインに変更された。当初は屋根の前縁やヘッドライトもオレンジで、正面下部は曲線的に塗り分けられていたが、しばらくすると屋根周りとヘッドライトについてはオレンジに塗られなくなり、正面デザインも直線的なデザインとなった。なお、これ以降、 箱根登山鉄道の鉄道線ではサンモリッツ号の登場地まで歴代の小田急ロマンスカーと同じ車体塗装が用いられた。1975年にはモハ114号の台車が東急車両製造の TA-110A 型に交換され、それまで装備していた川崎車両製の板台枠台車はモニ1型に流用された。1980年には 電動発電機の設置が行われ、1983年にはパンタグラフが下枠交差型へ変更された。1985年からはモハニ型に対して台車の交換と同時に駆動方式の変更が行われた。これは台車を東急車両製造の TS-330A 型に変更した上で、主電動機も 東洋電気製造の TDK-8180A 型に変更、駆動方式も中空軸平行、カルダン駆動方式に変更するというもので改造された車両では、台車に装備されたブレーキシリンダ等の部品が干渉するのを避けるため、側面の客室扉ステップ部分裾板が切り詰められていることが外観上での識別点である。まず同年にも波百十号が、 1986年には、モハ109号が、1987年にはモハ108号とモハ111号について改造が行われた。モハ112号は1990年頃に同様の改造が行われたが、1991年にはモハ111号とモハ112号は廃車となり、台車は2000系、サンモリッツ号の第二編成に流用された。 2019年に再び緑色塗装になった、もは109号1990年4月から同年9月にかけて、箱根登山鉄道では、花のフェスティバル90というキャンペーンを展開したが、これに合わせても、は110号が上半分をサンモリッツ号と同じ赤色とし、下半分には、箱根の観光名所や花を描いた塗装に変更され、 同時に同じデザインに変更された、モハ1系1 0 1号と2両編成を組んで限定運用に入った。なお、モハ110号では、車内のクロスシートがサンモリッツ号と同型の腰掛けに変更されている。また、1993年7月から鉄道線で3両編成での運転が開始されたことを記念して、車体色も窓周りを丸ーンとし、 窓の上下の帯を銀色、それ以外の部分については、赤みの強いオレンジ色とした塗装デザインがモハ110号に対して施され、1995年までそのままの塗装で運用された。その後は、モハ1系の二両編成の造結者として運用されることが多いが、モハ2型だけで二両編成で運用されることもあり、柔軟な運用が行われている。 1997年にはモハ114号が廃車となったが、モハ114号は廃車前に窓周りを黄色とし、それ以外の部分を水色とする塗装デザインに変更された。ゴーラ駅構内に保存されていたモハ115号1998年4月からは、箱根登山鉄道としての創立70周年を、 記念して、モハ108号とモハ109号が緑色一色の塗装に変更された。モハ109号は2000年4月まで、モハ108号は2001年4月まで、その塗装のままであった。2000年代に入ってから、全車両とも客用扉が無塗装ステンレス製に変更された。2004年9月からはモハ108号が窓周りを黄色とし、 それ以外の部分を水色とする塗装デザインに変更された。さらに2008年9月からは、正面が SE 車と同様のデザインとなった1957年以降の塗装デザインに変更された。2016年にはもは110号が、翌2017年2月をもって営業運行を終了するのを記念して、営業運行終了前に窓周りを黄色とし、 それ以外の部分を水色とする塗装デザインに変更された。2019年4月には、箱根登山鉄道の箱根湯本甲羅館開業100周年を記念し、再び109号が緑色に変更された。1984年には、新型車両線形、ベルニナ号の増備車、ベルニナ2が運用開始されたことに伴い、もは113号、 モハ115号が運用から外れ、1985年3月18日付で廃車となった。モハ3型は、形式の順序からすれば最も新しい車両であったが、車体は最も古かったために早い段階での廃車になったものである。廃車前には2両とも記念の装飾が施された。モハ113号は、廃車後に、箱根町の新名町公園に、 モハ115号は、高来機の裏手に、U1 系、魚な電車と共に、生体保存されたが、屋外での保存だったため状態はかんばしくなく、いずれも撤去され現存しない。1991年にはモハ2系のうち、モハ111号とモハ112号が前日の通り廃車となり、1997年7月29日には、モハ114号が引退、廃車となり、 これによっても、発産型は全敗となった。2017年2月12日をもって、モハ2系1 1 0号が営業運転を終了した。モハ110号は今後埼玉県にて保存される予定であるが、それに先立って、千葉県温宿町の養鶏業者、村井市養鶏場が、同泉市にて運営する観光農場、泉ポッポの丘に搬入され、 同年5月14日から9月末までの期間限定で公開された。2021年3月21日をもって、モハ2系1 0 9号が営業運転を終了した。モハ2系の表中の内の数値は交代可後か、登場当時から厚生車体の車両。ありがとうございます。